多くの働き手が欲しい農業と、新たな仕事を求める福祉、この2つの思いが実る形、それが農福連携。今山梨では農福連携の取り組みが広がっています。富士河口湖町障害福祉サービス事業所パルパルでは、毎朝富士吉田市のハウス農家に食用花のパック詰めの仕事に向かいます。ここでは食用のお花詰めの、お手伝いをさせてもらってます。食用花のパック詰めは、花を傷つけないよう一花一花のほこりを払いパックに詰めていきます。時間もかかり大変気を使う作業です。施設を出てこういう中に触れてやるっていうのは結構生き生きしますね。張り切ってくれますので、はい、そういう意味では本当にいい機会だったと思います。はい、同じ作業を繰り返してやるなんていうのはとても得意なので、そういった意味では農業の方にお仕事というか作業がいただけたら本当に能力が発揮できるんじゃないかと思いますね。この子たちも社会に出て働いて、そのコーチをいただくっていうそのことが分かってますので、頑張った努力点としてコーチをいただくっていう向上にもつながるので、ぜひお手伝いをさせていただけたら活躍の場を与えてもらいたいです。はい、農福連携を利用し施設に仕事を依頼している農家の佐藤ひろ子さんです。うちも2人でやっているので、基本やっぱり仕事が遅れてくるような形になってしまったので、ちょうどそのパルパルさんの方からお声もかかったり、県の方からもお話があって、ね、お願いしようということで、最初畑の片付けの方をしていただいてました。花の方は基本私が一人で出荷とか冷凍のビオラとかも作っていたんですけれど、そのビオラの冷凍の方も他の花の注文が多いとちょっと手が回らなくなったりっていうことで、お話ししたらそういうの得意な子がいるんでということを伺ったので、じゃあちょっとやってみてもらいますっていうことでお願いして来ていただいたら、結構皆さん細かく丁寧に見てくれて、本当に作業もだんだん早くなって、でとっても助かってます。北麓地域ってほとんどが法人とかそういうのが少なくて、個人経営の農家さんが多いので、自分一人というかで全部するんじゃなくて、こういう福祉施設の方にお手伝いしてもらって、少しでも負担が減って、まあもうちょっと続けてみようかっていうような気持ちになってくれたら、すごくいいと思ってます。未来につなげられることだと思います。福祉施設側も農福連携に携わるようになり、さまざまな利点が生まれたといいます。農業はやってはいたんですけど、やっぱりそのプロの農家さんの方から、教えていただくってことにより、本格的なものが作れるようになったり、利用者さんもモチベーションがすごく上がったんですね。はい、で仕事も楽しい、毎日来たいっていう気持ちが高まったということで、保護者の方からも大変好評をいただいてます。はい、地元の農家の人と一緒になって、なんかその作物で6時間を進めていったり、それから特産品みたいなのが作れたらもっといいのかな、地域が盛り上がっていくのかなっていうふうに感じます。農福連携の動きは農業福祉の未来に明るい道を開こうとしています。山梨県農福連携推進センターでは、農業者さんと障害者施設のマッチングを行っています。興味を持たれた方はお気軽にご相談ください。